日本岸は会議教育機構が保有する公開練習船。日本を代表する大型ブ船である。本港では1984年に竣工した二代目を取り扱う。日本丸通予選手像、イやを初代日本岸の後継として1984年に日本丸通予が就航した。 日本丸通夜は搬送偽装設計から製作まですべて日本国内で行われた初の大型ブネである。住友重機械工業裏賀工場で建造された。先代の日本岸に比べて搬送性能が大幅に向上しており、世界でも有数の高速ブネとして名を連ねている。その年で最速のブネに送られる。 ボストンティーポットトロフィーを1986年、1989年、1993年と3回受賞している。なお、日本丸通夜と姉妹戦の海曜丸通夜就行を見分けるための大きな違いは、戦隊横の青いラインの数と刃先にある選手像である。青いラインが濃く1本が、日本丸通夜、薄い青で2本が、 海王丸通夜、日本丸通夜の選手像は手を合わせて祈る女性の姿をしており、綾やと名付けられている。海王丸通夜の選手像は横笛を吹く女性で、根性王と名付けられている。四小バーク型保船で、総歩数は36枚、メインマスト港は43.5メートルに達する。東京港のレインボーブリッジは、本線の通行を想定して設計されたと言われる。 ありがとうございます。